よし。こんばんは。うどむさん、お花ありがとうございます。ハイビスカス、たまごサンドさんありがとうございます。服部さん、クマありがとうございます。ヤスルパンさん、ジュースありがとうございます。ミキヤくんありがとうございます。ミラクールさん、ハルさんありがとうございます。あ、そうだ、今日チリパ。そうだそうだ。告知しないと。チリパは23、そんな遅かったっけな。STU。23時から。23時から。ぴゃちゃんと。ルイさん、アスルパンさん、ありがとうございます。こんばんは。じゃあリアルに一緒に聞こうかな、チリパ。いや、そんな配信してるかな、ミスったな。まあ終わったらいいか、終わって聞いてもらったらいいか。ケンツーさん、マイクありがとうございます。逆に今日はチリパにはかぶせない配信ということで、チリパに集中してくださいってことだな。胸ゆきりか、普通にチリパのこと考えてないから早く始めたのじゃ。同時に聞けないなら助かりますね。チリパはチリパに集中してもらおう。今週のチリパあったあった、これこれ、引用リツイート。今夜23時から。チリパ、ラディコがちゃんと携帯にダウンロードできているか不安ですって。できてるでしょ。広島にいたらね、無料で全部聞けるんですけど、ワンちゃんでもクルージングがあるから、もう広島いたりするのかな。さすがにまだいないか。今夜23時からチリパ。広島がいます。あといつもいるだろう。よし、そう、広島にいたら模様で聞けるんですけど、
こんばんは。今日はアイスを食べます。いちご頑張ったご褒美。無料で聞きます。広島おる？ご褒美のアイス。前髪かわいい。そう、限定のやつ。50周年なんだ、ハーゲンダッツ。40ですわ。こんばんは。溶けてないかな、配信前に出したけど。さすがに。お、いい具合だ。匂いはでもそんなにしない。今日は味覚が戻ってるから味がするので食べちゃいます。いただきます。うん、味がする。そっちへの感動。2日間ぐらい味なかったので嬉しい。美味しい。いちごだ。完熟紅いちご。40周年カップ、これレアなカップなんじゃない。 MM さん、うま、ありがとうございます。そう、高級アイス。なんかハーゲンダッツのコレクターさんとかいるじゃん。箱の蓋か。かき氷の日に食べましたアイスね。カップがレアかもしれない。ちょっと溶けてるな。うん、ね、いつものやつよりいちごが濃いんかな。普段いちご食べないからさね。濃い濃い。ノーマルのいちごはあんま食べないからあれだけど、比較が濃いです。いちごいっぱい。いちごのハーゲンたまに食べます。私はね、アイスは抹茶カラムレーズンとかキャラメル派だから。あとバニラ。いちごはあんまり食べないんだ。アイスが美味しい。今日はイチゴを食べたい気分だったのねって。いや、なんか限定だったから。限定だったのこれ。
限定カップ40周年に惹かれた。でもこれ今日買ったんじゃなくて、なんかもうちょい疲れてる時に買ったんですよ。なんかご飯があんま食べれない時にアイス食べるかと思って。だけど味わかんないからもったいないなと思って食べなかった。固形物が嫌な時にアイスを買ったけど味覚ないからなと思って取ってた。この前溶けたアイスはもう一回凍らせて食べました。でももう一回凍らせたら味違った。ちょっとダメだわ、あの一回溶かして凍らせたら味落ちるわ。黒白子水色どれがいいって、なんだろう、黒か水色。そうハーゲンダッツのクリスピーサンドを一回溶かして凍らしたらなんか味がそもそも変わった。ちょっとなんか違うってなった。いとしさん、ハイビスカスありがとうございます。チャオ。明日はナイトクルージング。台本来てたよな、見なきゃ。食べるの早いね、もう終わった。あとは溶けた、溶けたアイス、溶けたやつだけ。もうアイスないですもう一つ食べますかって、いやもうないです、これしか。終わり。食べ終わった。完食。手が冷たいな。冷た。ナイトクルージング台本見なきゃ。イベント前に明日来られる方向けに告知する際なのに使用していただいて問題ございません。言っていいってこと？これ。はい。目がかゆ。食べ終わってて偉い。でしょ？アイス食べ終えて偉いでしょ？
イベント前に明日来られる方向けに告知する際に使用していただいて問題ございません。あ、そうなん。ナイトクルージング限定のグッズあるらしい。あの画像を使って構いませんって書いてるから、ほら、アクキー、ナイトクルージングのアクキーだって船がついてるやつ。胸ゆきりか。まあこれだけか。あ、これもか。限定ポストカード、クルージング。大熊猫さん、フルーツボックスありがとうございます。アクキーとポストカードかな。あとはいつもあるグッズだ。そうやね、新しいのはその2つ。そう、画像使っていいよって書いてるから、この2つやね。いいね、ポストカード。おいくら？アクキーは1300円。これね、私が写ってるナイトクルージングって書いた。アクキーは1300円で、ポストカードは660円です。ナイトクルージング、ポストカードだけでもいいね。売り切れないでしょ、だって推しメン聞かれてるんだよ。一人が大量に買わない限り大丈夫でしょ多分。ポストカードだけでも記念になるよね。私のサンプルはないけど、くるくるだったらこんな感じです。ね、推し弁聞かれてるから、多分クルージング用のグッズだから用意してくれてると思う。なるほどなるほど。個数制限はないですよ。けどまあそんな買わないでしょ。1個でいいでしょ。1個で。まあ2000円あれば両方買えますね。1300円と660円なんで。なるほどね。結構時間あるね。結構時間。最初から料金に含めてくれてもいいのに。確かに。あと、確かに。確かにね。ポストカードぐらいね。ちょっと台本見る。最初からついてるのはランダムらしいです。あ、ついてるのもあるんだ。へー。あ、でも楽しそうなことを やる。チケット袋。え、でも酔わないよマジで。あの船なんか動いてるか分かんないもん。
そう大きいし動いてるのって感じだから絶対酔わないよ。 STU のファンの方ならあの船に乗ってたじゃん、あの船に座ってライブを見てたんだったら STU の明日の船は絶対大丈夫。マジで動いてるみたいな。だってラーメンとか食べれますもん。うどんか、うどん。そう船でうどんとか食べちゃうぐらいだから売店で余裕です。マジ動いてない。うどんゆっくり食べれる。だって船激しか船がさ激しかったらさうどんの汁が飛んでくやん。こうやって落ち着いてうどん食べれるぐらいですから。大丈夫です。カレーうどん食べてきしまいました。いや明日うどんはついてないよ。ついてないけど普段は売店でうどんとか売ってるから普段はそれぐらい。カフェうどん味腹です。そんな食べる時間ないでしょ明日。普通にご飯を食べてきてください。こんばんは。シーパスよでしょ。乗ったことあると思うんだけど。終わったら食べます。そうね。私がいつも乗ってるやつだよね。乗ったことあるある。そうここでもこの船めっちゃすごいんですよ。マジ綺麗だし広いしいろんな席ある。なんかいろんな席あるんだよね。カフェみたいな感じで結構並んで物買うぐらい人気。この前一番最近乗った時は並んでそう食べ物を買うために食べ物も充実しててカフェもあるんですよ。コーヒーマシーンみたいなのもあってカフェラテとかも買えるしレモネードとかブルーハワイみたいなおしゃれなのもあるしうどんもあるしおにぎりもあるしほぼカフェみたいなところもあるし眺めもいいし外の席もある。ちょっと公園スペースみたいな芝生スペースみたいな子供が遊べるようなスペースもあるしそう外の席めっちゃいいよね。家族で座れるようにちょっとそう半個室みたいなこんな丸状であってそう半個室みたいなところもあるし3人掛けの靴を脱いで上がる席もあるし普通の席もあるしそう見栄えがいいジュースあるのよくない。ブルーハワイにアイス乗ったやつとかなんか私この前飲んだよレモンのなんか。うどんもめっちゃ美味しそうだったよ。本当はうどん食べたいけどなんか私は愛媛に行く目的でその船に乗ってるから船でお腹いっぱいになったら愛媛でカフェ巡りできなくなっちゃうからめっちゃ頑張って耐えてるんです。
私は愛媛でご飯を食べるために船でお腹いっぱいになっちゃいけないって、だからおにぎりだけで我慢した。おにぎり、おにぎりもちゃんとしたおにぎりなんですよ。握られたパックに入ったやつ。うどんめちゃくちゃ食べたいけど、愛媛でご飯食べなきゃいけないから、そう今お腹いっぱいになっちゃダメだって。こんばんは。お腹空いてなければ食べないんですって。大体でもお腹空いてるからな、船乗ってる時。こんばんは。ジュースも自販機だけじゃなくて普通のコンビニとかに置いてあるコーヒーのマシーンみたいなのがあるから、すごい。カフェラテとか、カフェラテあるん強いよな。なんか3時間ぐらいかかるから愛媛行くの。カフェラテがあるだけで嬉しい、旅のお供に。カフェラテ、おにぎりは食べる。おにぎりぐらいじゃお腹いっぱいにならないから、おにぎりぐらいならいいかなって、愛媛に行く前に。それは愛媛帰る時のルーティーンですよ。そう、2時間半ぐらいかな、正確に言ったら。まあほぼ3時間です。2時間半ちょいとか、2時間半とか結構かかるよ。明日はそんなないよ、2時間愛媛まで。明日もそんぐらいあるか。でも大体 2.5 乗るなら食べるかもね。そこで朝ごはんを済ませたりする人が多いんかも、昼とか昼ごはんとか。そう、 2.5 は絶対かかる。だから暇なんですよ。だからカフェラテがあったらめっちゃ嬉しい。船はね、うろうろできるけんね、いい。バスか船かなんですけど、愛媛帰るならいつも手段がそれしかない。新幹線ないから船はうろうろできるからめっちゃいい。ちょっと海見に行くかみたいな、ちょっと自撮りしに行くかとか、うろうろできて楽しいから好きです。でもバスは窓の景色を見ながら音楽聴きながらぼーってするのが好き。バスとかね、景色見る派なんですよ。新幹線とかもなるべくあれは開けたい派。結構閉めがちじゃん、みんな座った瞬間にバーって、あれは開けといて、そう、外を見たい派なんです。外の景色見たい派。こんばんは。でも移動時間マジで好きだから結構本当に楽しい。バスとか船とか、バスも楽しいし、何もしなくていい時間過ぎてめっちゃいい。すいません、すぐ閉めますって。景色見た方が楽しいじゃん、外の。ほっかむりさん、ハイビスカスありがとうございます。有意義。そう、2時間半もね、何もしなくていい時間、めっちゃ音楽聴きながらぼーっと。提出物があったら移動時間にする派。やんやん。
船 2.5 長くないよ。今日の薄いメイク好きですって。今日すっぴんです。リップは塗ったけどね、さっき。薄いメイクすらしてないです。薄薄こんばんは。リップだけ？リップだけ塗ったらメイクしとるみたいに見えるよね。本当に何もしてない。今日はレッスンだったからすっぴんです。始まりぐらいがちょうどいいですって。早い？何分ぐらい？30分？15分ぐらい？こんばんは。30分ぐらいか。いや船は長いのがいいって。乗っとる時間楽しいじゃん。そんな早く着いたら嫌です。まあ確かに 1.5 時間で行ける船もあるけど、愛媛にそんな1時間急ぐ必要はないから時間がある。値段約2倍ぐらい、 1.5 倍ぐらいかな。2倍ぐらいか、 1.8 ぐらいか。 1.8 倍出して1時間急ぐ意味がないから。そう、ね、だったら1時間のために約2倍出して急ぐほどじゃないから、それは使わない。急ぐ必要がないんだよね。さらにバーイ。世界一周してそう、あの船のやつ。よくポスター見かけるやつ。マジキの背取りは大丈夫そうですかって。マジキってすごい一瞬。徳島？あ、徳島ね。そう、なんとかまあまあまあって感じ。そう、マジキっていうのか。駅様、貴様って呼んでるかな。まああと1週間あるんで、今日はなんか周りを見ながら気合で入りました。勢いで今日は乗り越えました。こんばんは。ユキリカは新種出さないのって。
あれはね、でもショールームイベントのやつだからないですよ。私はショールームのイベントをやったんですよ、ちょっと前に、写真集の。それで3位内に入ったメンバーとかが今出してる。文子さん、ハイビスカスありがとうございます。前も勢いだけで生きてます。勢いで飲み込めましたよ。振り知らないけど、ノリで入って、周りの見ながらノリで雰囲気で合わせて終わりました。こんばんは。体調大丈夫そうって、大丈夫なんじゃないかな。でも味覚が戻ったので今日は。でも寝れたら咳が出るから、あとそこぐらいかな。タカさん、マイクありがとうございます。こんばんは。でももうほぼ治ってると思う。そう、ラジオまでには多分終わる、多分っていうか終わってる。ラジオ、ラジオは各自で聞いてもらって、メールはそうだね、もうちょっとしたら。ナイトクルーズ、こんばんは。今日金曜日か。金曜日だけどアニポケお休みでした。なんで？オリンピックか。クルーズ中ずっといるんですかって。え、みんなは何時から何時でクルーズしてるの？あー、でもずっとはどうなんだろうね。体調悪いと酔いやすいから酔いだめ飲んだ方が安心かもねって。私は絶対に酔わないので大丈夫です。言ったことないし。まあね、強い意志が大事ですよ本当に。だからこうやって思ってた方が絶対言わない。文子さんじゃない、文さんありがとうございます。音符文さん、そう、気持ちの問題です。全部気持ちで乗り切ってる。強い意志ですよ。酔うかもとか思っちゃうから酔うんですよ。てか酔うなんかワード知らなかったから、私知らずに、多分中学校とか高校までそういう言葉を知らずに生きてきたから、結構ドライブとか胸焼け、車で遠出とか
山とかよく行くんですけど、言葉知らなかったらマジで知らないぞ。車で呼ぶって何みたいな感じで生きれるから、まあ、知らないとかも強い思い込みとか大事です。マジで呼ばないからな。わかる気がします。そうだよ、そう、どんだけしんどくても私だからいけるって思ってたらいけます。いろいろだから海派だったのか。そう、海派です。私は山はな、山何すればいいんだ、山に行って自分風邪ひかないって思い込んでます。え、私もよ、私風邪ひかないもん。そう、強い気持ちが大事本当にね。こんばんは。お病は気から。そう、お酒とかも酔わないって思ってるから酔わないのかもしれないな、もしかしたら。私酔わないよ、強いよって自分で勝手に脳がなってるのかもしれない。お酒は酔うものだ、酔いそうとか思ったら酔えるのかな、わかんないけど。思い込み大事。こんばんは。お酒は酔わないと思っても酔います。酔うんだ、酔わなそう。こんばんは。まああとは何かめっちゃ信用できるエナジードリンクとかをがあれば、これ飲んだら元気になるって思い込みがすごい激しいから、私はどんだけ疲れててもそれ飲んだら元気になるみたいな思い込み大事。どんだけしんどくてもそれ飲んだらもうね、そこを元気でいいんですよ。だからそこを元気、そうやなって。それがそこを元気。こんばんは。なんか右目が悪くなった気する。右より左の方が見える。
韓国の動画見たよってね、もう完結しちゃいましたね、韓国の動画。今週はなかった、終わっちゃいましたよ。今日はソファーの後ろ何もないですね。確かに落ちてるわ。コミキャは多分あっちにあるね、あっちの座椅子の座椅子にあるね。ウサギは元気です。でもそろそろ捨てようかなって思ってきた。あのウサギでしょ。いつか思いっきり大掃除したいんだよね。こんばんは。でもコストコのウサギさ、でかいじゃん。だから切らなきゃいけないよね、首とか。あんまゴム袋に入らんから半分にしないと処分できない気する。切らなきゃいけない、細かく。こんばんは。まあまだいるっちゃいるんですけど、なんかいつか休みの日に大掃除したいなって思うけど、休みの日は寝ちゃうんだよね。だからなかなか起き、こういう深夜とかにやらないと。明日は休みだから明日やろうって思ってても、その日は結局眠いから寝ちゃって、掃除するのだるいなってなって寝ちゃうんです。休みの日はあるのに。ミニマリストになりたいんだけどな。休みの日は最高で何時間寝ますかって。最高で何時間かな、18とかかな。でもショールームがあるのでだいたい8時ぐらいに起きるので20時、18とかになるのかな。24時間は寝れるけどさ、ショールームあるもん。配信なければ別に寝るよ、本当に。寝ていいなら。こんばんは。20時間寝たことあるんかな。ありそうやけどな。19とかまではある気する。ケロさんショールームしてないでしょ。それ私ショールームあるから。こんばんは。でもそんなに寝たくはないんだよね別に。だから配信をずらして寝たくはないけど、後ろに飾ってた速攻元気飲んだのって。冷蔵庫にあります、速攻元気は。ご飯全く食べずに24時間寝ようと思えば寝れるって。寝れるよ全然。寝てる時はご飯いらないもん、お腹空かない。起きたらお腹空くけど、でも私はちゃんとダイエットしてるもん。今日の夜ご飯はこれです。レッスン帰りに買って飲んだ。
飲んでるメンバーがいたから、じゃあ私も買おうって言ってこれにした。まあアイス食べたけどね。でも夜ご飯これなんで本当に。とあとはアイス。えらいでしょ。ミニマロンさんアイスありがとうございます。レッスン前は食べないと脳が働かないからちょっと食べたけど、夜は食べてないのでオッケー。サーバス。高タンパク。これってお腹いっぱいになるんかな。運動を通して健康体型をサポート。運動プラス。こういう系ね飲んだことなかったんですけど、買ってみた。メンバーが飲んでる。8月に 3.5 キロ痩せる約束をしたのでね、体重計乗らなきゃ。2日前に乗ったからその時の体重でいっか。オイコスいいね。確かにオイコスいいな。いいね。オイコスはコストコで買ったらねお得なんですよ。めっちゃ。こんばんは。夏は痩せるぞ。自己申告で体重、いや体重は言わないけど、そう2日前の体重測ったから、それメール送るか。僕も痩せなきゃ。みんなで痩せよう。夏にダイエットしないと冬には絶対できないからね。冬痩せるなんて不可能だ。健康が一番です。 CD メモ。最近ウォーキングしたって。最近がいつ。あでも昨日の夜しましたよ。ちょっとだけ。なっちゃんの犬の散歩、それはウォーキングと言っていいのかですけど、一緒に
サラピモって、サラピモ言ってた。犬の散歩、犬可愛かった。犬の散歩、そのずくわ、よう知っとるやん。なっちゃんの配信見とるやん。それ見て、犬とシーサーで遊んだ。私が撮ってる動画、ワンちゃん犬、ほら横に座ってくるの、この犬もずく。シーサーを与えてみたなっちゃんの部屋にあったやつ。そう、もずくの隣がゆきりか。あ、これはサラピね。で、触ってるのが私で、これサラピ。犬触ってるのは私。そう、シーサーをおもちゃにした。シーサー与えてみた。犬欲しくなりましたって。でも犬飼ったことないけど、私犬慣れしてるんですよ。すごくない？犬普通に触れるんですよっていうことに昨日気づいた。サラピとなっちゃんに言われて、犬飼ってないのに犬怖くないのすごいねって言われて、あ、そうなのかって思って。もずくちゃんはおとなしい、おとなしかった。たまにしか吠えん。犬のあれ、犬行きます。実家で勝手に飼うもん。ね、犬カフェで慣れたんかも。犬カフェめっちゃ怖い犬おったもん。足噛んでくる犬。そう、もうそのおかげで慣れた。犬カフェ行ったことある。犬、まあ犬がいたら楽しそうだなとは思うけど、吉田様と一緒にいられたのですねって。そうなんですよ、吉田様が来てお泊まりですよ。こんばんは。犬です。ちゃんとお世話できる自信がないね。ちょっとそれはある。初めてで犬一人で飼うのは無理、無謀。まあね、でも飼う方もいるよね、一人暮らしで初めてで。まあ、なっちゃんとサラピがいるからなっちゃんとサラピがいるから身近に。サラピはどこで寝たのって、そこです。先輩、こんばんは。でも遠征意外とないよ。ないない、ほぼ。こんばんは。まあ買うとは言ってないかな、一人で。実家で買ってやるって言っただけで。私はでもいつか放棄しそうだから無理だなって言いました。最初は可愛いかもしれないけど、
忙しい日になったら、忙しい日考えたら無理かもしれないというね、ちゃんと現実を見れるので買わない方がいい。半分にしないでください。怖っ。人もいねえけどね、定期たまに会うけん可愛いけど、毎日いるってなったら多分無理かもしれないから、実家におるぐらいがいいかも。さすがに まあなっちなんか犬のおかげでちょっとまともな生活になってたからよかったねって。サラピとよかったです。ゆうちゃんギフトありがとうございます。こんばんは。そう、片付けとかちゃんと起きるとか、そうだからいい影響を与えてる犬がなっちゃんに。生活の質を上げてるわ、ちゃんと起きるとか。犬おらんかったらぐーたら寝てるところを、生活の質が上がってる。犬のいる暮らし、休みの日はでも寝てるメンバーが多いよね。なんか先輩とか普通にメンバーとかにも休みの日何してるのって聞いても、えめっちゃ寝てるみたいな、マジで寝てるみたいな、起きてちょっと何かしてまた寝てみたいな。やっぱそうなるよなって。休みの日何していいか分かんない。起きて昼ご飯食べてまた昼寝してみたいな感じよみたいな。ゆきりかはもし犬を飼ったら名前何にしますかって、犬によるな。なんか白かったらそれっぽい名前つけるし、黒かったらまあそれっぽい名前つけるし、あの色とかによるけど。どうしよう、インヌだったらもう呼びやすいけどな。インヌこんばんは。インヌにしようかな。実家で買うよ。いや白か黒とかじゃなくて、ユキとか白だったら胸ユキけのユキ。こんばんは。快速さんマイクありがとうございます。やあやあ、リンゴさんハイビスカスありがとうございます。メカブはやだ、食べ物も、メカブはやだな。こんばんは。
夏バテしてますって。してないです、外に出てないので。でも外に出てたら夏バテするよね。レッスンに行くだけで汗かいたもん。レッスン後みたいな汗かいた。レッスンに行くだけで、だからレッスン場に行くだけで大量の汗です。暑いって汗だくでついたもん。レッスン終わったメンバーですって言われても馴染めるぐらいな汗ね。まあそれ以外は外に出ないので夏バテはしてない。クーラーの部屋で過ごしているので。ブンブン、めっちゃ暑いよね。ちょっと歩いただけやのに汗だくですわ。でも熱さまシート大量にあるし、アイドルさんとかつけてるよね、熱さまシート。暑い時泳ぎに行きたいと思いませんかってちょっとだけ思うよ。泳ぎたいとは思わないな。海は行きたいけど。こんばんは。おでこ隠れてしまいます。おでことか首とかに貼る。海眺めたい派ですね。だから泳ぎたいとは思わないけど海は行きたい。でも昨日本通り行って服屋さんに行ったらもう水着が半額になってて、ナイスクラップだけどちょっと迷った。あ、ナイスクラップの水着が半額だと思って、可愛いやつでも着る機会ないからと思って買ってないけど、もう半額なってた。だからいつか買っとけば着るかなと思ったけど、来年ぐらい着そうだよな。でも今年は着る予定ないからとりあえずやめた。ストップ。半額でも高いですからね。夏もあと1ヶ月。来年のために買っとけばってね。お得ではあるよね、半額で手に入れれたら。でも着る予定ないからいらないかなって。でも早って思った、もう水着安くなってるんだって。早くない？だって昨日見たんだっけな、一昨日だっけな、7月31ぐらいからもう半額になるなんて、めっちゃ早い。そのうち7割とかになりそう。ね、これからが夏なのにそんな早く安くしていいんですか？ミニマロンさんギフトありがとうございます。あ、海はボンバレなんだ。え、早っ。じゃあもうあと1週間やん。クラゲー、え、おせちの予約早っ。
お正月クラゲ。明日クラゲヘアですかって、いや巻きおろせがいいんじゃなかったっけ。ハロウィンの準備しなきゃ早っ。まず浴衣だよ、浴衣の準備だよ。まず今日髪切りに行くって言ってませんでしたっけ。いやいや、いやいや、ボブはまだやな。ボブは2月とか、早くて12月やな。そうやねって、そうだよ、そう、来年のアイスボブにするのは決定です。強い意志。そう、アーシャが4月だから、だから3月2月ぐらいかな。アース直前には切らない、失敗したらあれだから、ちょっと前から、ちょっと前に切る。様子見、再来年はって1年でロングになるかな。なるか、1ヶ月に3センチ20、まあいけるか。来年はまだ考えてないな。どうだろう、ボブの受けが良かったらボブだな。そう、髪伸びるの早い、1ヶ月3センチぐらい伸びますので、私は3センチ早いです。だからポップポップ、あたいも髪伸びてきました。切りなさい。はい、早くボブにしたいな。髪切るの好きなんですよね。髪切ったら結構気分も変わる。今週美容室に行くので、その時にゆきりかの話をしますって。は
はい、盛り上がるかな。少しずつじゃ意味ないんだよね、バッサリ行かなきゃ。一気に切りたい。まあすぐ来るよね、12月1月なんて。シャンプーの ASMR？ 何それ、バサバサバサって。早冬来てーってね。あ、そうだ、お話し会の再販が今日から始まったので、またまた再販中です。短いと乾かすのが楽。でも私も毛が細いので乾かすの楽です。7分とか5分、7分ぐらい、5分ぐらいかな。パスもスイカ持ってるって。スイカってさ、期限あったりするの？なんか最近スイカも携帯に登録しようとしたら、このスイカはなんかできませんみたいになったんですよ。期限があるんかな。そう、5分ぐらいで乾く。使わないと切れる？でも使ってたんだけどな。機種変前は携帯に登録しててスイカでピッてさ乗ってたんやけど、機種変したらスイカ一回もう一回登録し直さんといかんのですよ。機種変して、だからスイカもう一回登録しようと思ったらできない。いや、10年は使ってるから。なんでだろうな。でも小6の時に買ったから12でしょ。いや、大学で一回使ったな。大学で一回使ったから19の時に使ったんか。でも10年経ってないよね。なんでだろう、不思議。残高はねそんな入ってないと思うんだよね。まあまた試してみよう今度。こんばんは。10年は使ってる。みきゃんカードは持ってないです。愛媛にあんまりいないのでね。広島のやつは持ってるよ。パスモだっけ、なんだっけ。でも結局チャージが大きくなって結局現金で乗ってるんですよね。なんかチャージするときにチャージでって言わなきゃいけないじゃん。もうそれの会話がもうしたくないから現金で。パスピー、パ
スピーカー、チャージできる機械があったら機械でやるけど、もう混んでる時のチャージでっていうのめんどくさいので現金で。そう、極力会話したくない。こんばんは。今広島の限定のそのあれ使ったら20円安く乗れるから結構大きいですね。200円で乗れるバス、路面もかな、路面電車も20円。こんばんは。確かに路面なら何も言わなくてもチャージできるね。しかも何も言わなくても両替もできるよね、後ろで。バス、そうだね、路面って人多いじゃん、だからバス派なんだよね私。路面は人多すぎて暑いじゃん、しかもバスの方が涼しいし、ちょっと人少ないんですよね、なぜか。だから路面はよりバス派です。路面いつもねぎゅうぎゅうなイメージあって、そう、広島の路面電車は何も言わなくても後ろにもチャージするところがあって、そこで勝手にできる。前でお金払うんだけど後ろにもチャージできるところがあって、普通に走ってる途中で後ろでチャージする、自分で。キチネさん、星のギフトありがとうございます。バスは1箇所しかないからか。愛媛の路面電車も勝手に両替チャージできるんですよ、後ろで。今思ったら勝手に両替できるの便利。あれ出る瞬間にやるの、もう急がなきゃ急がなきゃってなるから、移動中に勝手にできるのめっちゃいいわ、後ろで。いや、私のところの路面電車はチャージ前しかできない。へえ、後ろできないんだ。でも路面電車ってさ、後ろが前になったりするじゃん、あっち側行きたい時。後ろにもついてるんだけどね。前向きでなんか広島港着いたら後ろが次前になって、そう、こう広島港着いたら行き止まりで次はこっちが前になるんですよ、でこう行くみたいな。そう、広島港にこっちから行って、で次こっちから行くみたいな。そう、後ろが前になるから両方ある、便利便利。パスピーなくなるの？そうなの？いや、往復はしないですよ。広島港から乗るときは逆。なくなるんだ。いつなくなるの？11月でなくなる？へえ。じゃあ今のうちに使っとかんといかんな。
スピで、明日のクルージングよろしくお願いしますって、よろしくお願いします。でもパスピーって返却とかなかったっけ、なんか作った時にさ言ってたやつなかったっけ。ほんとや、11月30日までって書いてるわ。へー、もうちょいじゃん。そんな、デポジット、なんかカードを作るときにかかるお金みたいなのもあった。でもよくわかんないけど残念です。こんばんは。持っていません。広島の宿だってどうしか持ってないよね。でも結構便利でしたわ。作ってよかったですけど、最近は使ってないから11月までは使おうと積極的に。こう見えて持ってませんって、まあ市内じゃないとねいらないと思うよ。よくバスと路面に乗る人、あともうちょっとしたら配信も終わります。なくなるの残念。まあまあまあ、みきゃん作った、なんで逆に、なんで逆に、えいめそんな行かないでしょ。しかも、ま、松山じゃないとあれ、あの今治とかでも使えるんか。大熊猫さん、ジュース、ハワイアンジュースありがとうございます。パスピー返すと500円返ってきますよって、返さなきゃね。韓国のおみくじ、ゆきりか良かったでしょって、そう良かった。私おみくじめっちゃいいんですよ。なんかあんまりついてない年でもおみくじは大吉だから、おみくじなんて結局はおみくじです。いつも大吉だけど。こんばんは。みきやくんタコありがとうございます。こんばんは。もっちゃん列車はいつも取り逃しますって、なんで
構えとかんとちゃんと時間見て。おっちゃんでした。ね、時間わかるから構えとかんとね、ね、そりゃ逃すよ。まあこの蓋を取っとくか悩むな。かわいい。コレクター。ミニマリストになりたいな。40周年の重み。クルーズもう明日。そうだよ。このミルキー食べなきゃ。ひらさん、ハイビスカスありがとうございます。カプセル埋めようかな。10年後とかに。10年後の私へ。ミルキーです。なんか蓋開いてるんだけど、これ最初から蓋開いてるとかある。ドルさん、お花ありがとうございます。タイムカプセルって埋めるやつじゃない？5年後の私へ。掘り出しても食べれんわ。ただのゴミになってる。小さい頃はこのペコちゃん数えたりしてた。ペコちゃんが何人だったら当たりねみたいな。10.2 ぐらいです。これが 0.2 0.2 ペコ。 10.2 ペコです。あ、10はあるよ、ほら。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と 0.2 ぐらい。 10.2 10あります。10ペコ。ちょっとみたいな。1ペコ2ペコ3ペコペコ。合わせてペコペコ。早口言葉はでも得意な時と得意じゃない時がある。日による。得意な時はめっちゃ得意ですよ。
マジで。それにしても綺麗なカップだよね、限定。紙じゃない、いつも紙じゃないっけ、ハーケンダッツって。いつから紙じゃなくなったっけ。紙じゃない、紙じゃないですよこれ。プラスチック。え、そう、紙じゃないです、ほら、プラスチックになってるね。レアじゃん、レア、すごい特別だ。すごい容器にもお金かけてるんだね、40周年って。すごいじゃん。見たことないでござる。ござる。お腹空いてたら寝なくなりませんかって。え、お腹空いてないんですよ。なんかお腹空かなくなった2日前ぐらいから。いいお腹になりましたね、お腹空かないなんて。ボンジュール。今はお腹空いてない。いいお腹。ね、お風呂入って寝よ。お風呂入って寝るよ。最近夜中に起きてカップラーメンを食べてますって。え、わざわざ起きて。太るよ。まあ太らない人は太らないけど。あ、今日金曜ロードショートイストーリーだったっけ。こんばんは。明日に備えてね。でも明日ね、全然朝早くないから余裕です。余裕すぎて余裕です。夕方とか夜の私は元気ですからね。テレビつけてみた。もう絶対遅いけど。あ、トイストーリー2、ディズニーピクサー大ヒット、22時54分まで。20分見れるな、あと15分ぐらいか。10分、あと10分。お腹空きすぎて目が覚める、それはないわ。寝てたら私はお腹空かない。しかも朝起きてすぐは食べれない人なんですよ。だから実家帰ったら朝起きた瞬間にご飯食べろって言われるから、そう、きついです。朝起きてすぐ食べれない。30分40分ぐらいしてちょっとお腹空いてきたかなみたいな。でも実家はさ、起きた瞬間にさ、ご飯って言われるじゃん。ご飯食べてって、朝ご飯って言われるから。ね、行政朝ごはん。学生時代はね、起きてすぐ食べれてたんですけど、40分ぐらい必要です。朝ごはんを食べたいときは、食べるとき30分40分必要。もう寝起きで食べれないです。全くお腹空いてない寝起き。ちゃんとしていいですねって。確かに朝ごはん、確かに一人暮らしあるあるだもんね、朝ごはん食べないって。一人暮らしだとね、朝ごはん食べないから本当に。
お、トイストーリーしてるわ。私はウッディに似てるって言われるので、ウッディ。ウッディです。チェックインしてから宇品に向かいますって。明日待ってます。怖い。ウッディです。トイストーリーの世界観いいよね。こちら、チェックインしてから行こうか考えます。なん考え中。え、チェックインしてからでいいんじゃない。何時集合なのみんなは。チェックインしてからでいいでしょ。18時ちょい前。荷物置いて、まあ身軽で来るんかな。荷物が多かったら一回預けるかも。私だったらホテルチェックインして身軽で行きます。小さいカバン一つとかで。ミキヤくんかわいい、ありがとうございます。でもともとあんま荷物持ってないんだったらそのままでもいいかも。車で行くので身軽です。なるほどね。船楽しみ。そういや明日松山の花火の日じゃん。忘れてたけど、愛媛の人は楽しい日だね。明日は3日、松山の花火大会ですからね。音幕はね4日かな。明日にゃもん来る。どこに。松山に。え、明後日の今治は。にゃもんってなんかバリーさんと仲いいイメージがあるんだけど、今治は行かないの。音幕に行くの明日の。こんばんは。でもニャモンとさ結構仲良くなったんだけど、ツイッター上でニャモンに会いに行って。わかるのかな、仲いいですよ。ニャモンと私仲いいんですけど、ニャモンとツイッターの人って同じ人なんかな。ニャモン自身がツイッターやってるのか、ツイッターは別なのかね。でもツイッターのニャモンさんは私のこと認知してるんですよ。もう完全にめっちゃリプ送ってくれてたから、定期的に、めっちゃ定期的に。最近ないけどめちゃめちゃ認知してくれてたけど、誰なんだろう。ツイッターはツイッター用の人なんかな。ニャモンツイッター専用みたいな人がいるんかな。じゃあニャモンとは仲良くなれてないのか。ニャモンのツイッターの人と仲良くなってるだけか。現実味。ニャモンと仲良くなってると思ってたわ。
バリーさん、こんばんは。バリーさんもよくいいねくれる。バリーさんはでもまだ友達になれてないからな。 X のヤモンは友達だけど、バリーバリーさんっていうのはこれです。バリー鳥、くまモンなら知ってる。でもくまモン知ってる人はバリーさん知ってるでしょ。ライバルだったんだよ一時期、1位2位争いしてたから。バリーさん、くまモンが先に1位取ったけど、バリーさん次の年に1位取ったからライバルです。1位2位だったって気がする。1位2位とか争ってた。ちゃんとバリーさん次の年ぐらいに1位取って、そう、クマモン知ってたらバリーさん知ってる。私はバリーさん知ってるからくまモン知ってる。逆にゆるキャラといえばバリーさんとくまモン、ゆるキャラグランプリとかね。生くまモンには会ったことがありませんって。くまモンってイベントとか参加してるの？全然そんなん確かに見たことない。トリピー知らない。何県トリピーって。あと知ってるのはセントくんとかそんなんいたっけな。あとなんか銀色でお金みたいなに足が生えてるやつ、銀色のお金コインみたいなやつに足が生えてるやつ。ミドスケはちゃうわ、ジャンルが。なんか昔あったよ、丸い銀色のお金みたいで真ん中に顔があって足が人間の足が出てるやつ。うどんのを知ってますね。カツオ人間も知ってます。わかる気がするね。結構有名だったよあれ。ゆるキャラ、そいつの名前だけ知りたいから調べて終わろう。黒潮くん？これ黒潮くんね。まあ私が今私の頭にいるゆるキャラの名前を知りたい。銀色の足が出てる西子くん。あ、それだ。これ
これめっちゃ有名だったよ。私バリーさんが上位の時はゆるキャラグランプリめっちゃ見てたけど、これこれ、西子くんだ。マンホールなんかな、これなんだろう。これだよ、すっきりすっきり。あ、やっぱ有名だわ。1位くまモン、2位バリーさん、3位にしこくんだって。ほら、だから1位2位をくまモンとバリーさんが争ってる時に3位ににしこくんがいたんですよ。だからだ。え、くまモンとバリーさん、見てほら、スリーショットある。くまモンバリーさん西子くん、ほらスリーショットありますんでね。めっちゃ知ってた。ね、懐かしい、懐かしい気持ち。小学生とかの思い出だ。ゆるキャラグランプリ3位だったんだね、あの時代に。そりゃ知ってるわ。河原？東京なんだね。なるほど、ちょっとゆるキャラに詳しくなった。じゃあ配信終わろうかな。23時からはちりめんパーティーがありますので、ラジコとかで聞いてください。広島の人は無料で聞けて、それ以外の方はラジコの会員だったら聞けます。リアタイしようね。私もリアタイしよう。ということで男女読みます。13位ミラクールさん、12位キチネさん、違った、12位奈良さん、11位キチネさん、10位ドンちゃん、9位ほっかむりさん、8位ミヤリンさん、7位理化学研究所さん、6位ケンツーさん、5位ハットリさん、4位ヤスルパンさん、3位ミキヤくん、2位大熊猫さん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ラジコ新しい携帯に入れなきゃ。あと5分だ。ありがとうございました。釣り場聞いてね。ということで明日はクルージングの方はよろしくお願いします。はいはいはい。ということでおやすみなさーい、おやすみなさーい、またねー、おやすみー。